本日ご紹介するのは80年代アイドルとして知らない人はいない。アメリカで育った帰国子女であり、バイリンガルの才色兼備。現在も歌手、タレント、女優として活躍中の西田ひかるさんです。2002年に貿易会社の富士電機産業株式会社代表取締役社長の海老茂樹さんとご結婚されたことにより、現在の本名は海老ひかるさんとなられています。西田さんは1972年8月16日生まれの現在51歳。血液型は A 型。身長164センチ。所属事務所は株式会社マナセプロダクションです。神奈川県藤沢市に誕生されますが、電機メーカーに勤めるお父様の転勤に伴い、1973年から1985年の約12年間は、アメリカのカリフォルニア州ロサンゼルスで育っていらっしゃいます。ロサンゼルスで暮らしている間も、学校の長期休暇を利用して藤沢市に戻っては、祖父母や親戚と一緒に地元のお祭りやプールに行くなどして過ごしていらっしゃいました。帰国後は、東京都調布市のアメリカンスクール・イン・ジャパンを経て、1994年9月に上智大学比較文化学部を卒業されました。また、日本での学生時代はチアリーディングチームに参加されていました。西田さんのデビューは1988年に航空会社ジャスのキャンペーンガールとして起用されたことです。同年、コーラルアイランドキャンペーンの CM に初出演。続いてミュージカル。商工誌セリーの全国公演において主役を演じられ、舞台初出演を果たされます。さらに同年4月6日、ポニーキャニオンからシングル15でアイドル歌手としてもデビュー。同期には、ウインクや田中律子さん、高岡早紀さんなど、豪華な面々が名を連ねていらっしゃいます。デビューしてしばらくはアイドル歌手活動をメインとされ、シングルを29枚、アルバムを18枚を発表。80年代後半を代表するアイドルの一人となられました。その後には、モデル、歌手として活動。さらには女優としての活動を本格化され、ドラマや映画など多数出演されました。代表作を挙げますと、1991年のデパート夏物語でしょうか。こちらの作品は伊勢丹の撮影提供のもと、恋に仕事に体当たりでぶつかる新人デパートマンの成長を描いた作品となっており、西田さんは主演の高嶋政宏さん演じる高山大輔が思いを寄せるヒロイン役、鈴木さゆりを演じられました。こちらは大変人気作となり、シリーズ続編となるデパート秋物語、夏デパート物語も制作、放映されました。そして見過ごせないのが、フレッシュな西田さんの魅力がギュギュッと詰まった写真集。おすすめは1990年発売のハイタイド西田ひかる写真集です。西田さん18歳頃の作品です。現在もその美しさはそのまんまな西田さん。近年はベジタブル&フルーツマイスターの資格を取得するなど、マルチな才能を発揮されています。今後も西田さんの活躍に期待します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。